はいどうも皆さん、四季島と申します。とけ、今回使っていくのはこちら、枢軸軍のゲベア98戦時改良型およびこちらサーベルの方を使っていきたいと思います。はい、というわけで今回唐突にやってきましたね、タスク系イベントですね。久しぶりのねタスク系イベントが来まして、で今回の報酬がこちらですね。もうねもうたびたびね報酬として復刻しているゲベア98の戦時改良型、そして今回はこちらですね、サーベルとの引き換え券がついてきますっていうようなイベントですね。まあ今回のね報酬なんですけども、ゲベア98の方もこのサーベルの方もそれぞれね1丁と1振りだけっていう、なんかもうちょっとくれてもいいのよっていうねもうちょっとねくれてもいいのよって思わなくもないんですけれども、まあ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 、というわけで今回こんな感じで、まあ、ゲベア98とサーベルの方を使っていきたいと思います。でまあこちらのねゲベア98に関してはね、まあたびたびね私の方で動画にしてるんで、まあそちらの方を見てもらうと分かりやすいと思うんですけれども、まあ、簡単に説明しますと、ダメージが高くて25発装填っていうね非常に大量のね弾丸が装填できるという、結構ねもう変わり種ですね。オンリーワンな性能のある、まあ、ボルトアクションライフルですね。ただしその分反動も大きいし、まああと連射速度もそんなに速くないねっていうような感じですね。そうでリロードなんですけど、リロードはねこんな感じで、最大クリップが5個ですね。で25発って感じですか、というようなライフルです。ただね今回ねこのサーベルの方もね結構頑張って使っていきたいと思いますね。まあ、サーベルはねあの刀と同じです。そう、刀と同じようにねこんな感じでもう走れるし、あと一撃必殺ですね。でしかも斧とかと比べて、まあ、リーチが長いって形でしょうか。なのでねこんな感じでちょっと待ってください。そう、水筒を飲んで、で体力をね、体力っていうかスタミナか、スタミナの方を無尽蔵にして、いやこんな感じでチャージをするともう延々とねもう走り続けられるみたいなね、そういう裏技があったりします。まあというわけでねこんな感じでね裏技を使いつつ、まあ活躍できたらいいかなと思います ね。というわけで今回はそんな感じでゲベア98戦時改良型およびサーベルの方を使っていきたいと思います。はい、OK、よし、というわけで今回はゲベア98戦時改良型使っていきます。もう来てますね。まあねもうこの銃はもう私のね動画の方でもたびたびね紹介している銃なんですけど、やっぱり最大のね特徴がやっぱり25発装填っていうね、もうこのゲームにおいてオンリーワンな性能でしょうかね。25発装填頼もしい。ガーくそ外したか、おのれ。まあしょうがない。まあ25発装填ということもあるからね、まあ、ゲーム中ほぼほぼリロードは挟まないですねリロード挟まないでねずっと戦い続けられるというふうに考えると、本当にねもうずば抜けた継戦能力でしょうか。ちょっと待ってくださいよ、銃を回収したいんですが、これかな、これですね。 OK、 よしね。であとはですね特徴、ちょっと待ってくださいよ。 OK、 よし、いや違う、やってない。ん、反対側からも来てっぽい。25発装填なんでね、危ねえ危ねえ。25発装填でしかもね威力高いんですよ。そう、このゲームのねボルトアクションライフルの中で3番目かな、3番目の高火力って感じですね。よし、いいですよ。というわけでねもうリロード OK、 リロードをね挟まずにねここまで戦えるっていうのは本当心強いかなっていうのがあります。くそー、やばいやばいね。ガーキソー、なんかおのれー、いるな、多分いるな、これ裏いますね。というわけで秘伝の力水を飲んで突撃いくぜ。おらー、ガーキソー、惜しい、あともうちょっとだったのに。あー右か、右からも来てんのか、ちょっと厄介ですね。ちょっと挟み撃ち状態、まずい。ちょっとどいてもろて、ちょっとどいてもろて。さてしょうがないので、ね、この辺りで伏せて
敵を待ちますか。おっとおっと、はい通った、オッケー、よし通りました。ゲベア98はね、ほんとダメージはね、ほんと高いんですよ、ね、なのでね、かすっただけでも相手が死んでくれる可能性があるっていう、それくらいね、やっぱり威力高いからね。安心と信頼のゲベア98、よろしくお願いします。いいですよいいですよ、リロードを挟むずとも撃ち続けられるゲベア98、よろしくお願いします。いや実際ね、リロード挟まないでね、撃ち続けられるっていうこの安心感はありますよね。うん、いいですよ。とはいってもね、もうちょっとね、発射レート早かったらなーなんていう贅沢な悩みもございますがね。いやでもこれでな、これで発射レート早かったらそれもそれでちょっとダメな気がしますからね。リンエンフィールドナンバー4があんだけ強いんだからね。よしいいですよ。よしここでリロードです。クリップ3回からの一発、よしオッケー。敵結構入ってるっぽいな。これは行くべきですね。これは行くべきだ、行くぜ。さあどうだ、あ結構いる、やばいやばい、結構いる結構いるが、いけ届け届け、この重い、よっしゃ届いた、なんとかあった、よっしゃ死ね死ね、よしやったか、オッケー、よしで、あとは中っぽいな、中か、よし行くぞ、とにかくお邪魔します。さあどうだ、あーしまった、これ味方だったら、やばいこれ敵だ、行ったと見せかけて、クイーン、よっしゃやった、よしやった、よし取り返しましたね。サーベルチャレンジ成功でしょうか。やったぜ。ここ1回ね、駆け抜けた方が安心安全の大吉大正解では、あいるいる、いますね、行くぜ。ジャーマンポテト、おっとやばい気づかれた、ジャーマンポテト、あたっ、OK やった、よしやりました、ガーくそ、でもやりましたね、くそ、でもあそこいるか、ちょっと待ってくださいよ、はい OK、 車線が通ったら嬉しいな、通りません、おっとワンパンか、お、いいんじゃないの、私も結構やりますね、今のワンパンか、やるな、珍しいものに乗り上がって、あげる、サードは何、ダメか、クソ、じゃあしょうがない、とどめ、プレゼント for you からの、からのファイヤー、はい OK、 やりました、珍しい戦車乗ってきましたね。私もね、一時期あれ買おうかなと思ったんですけど、さすがにあやばいやばい、ジャーマンポテト、あと、はいオッケー、はいオッケー、やっぱり銃剣突撃は強いのだ。ちょっとこの辺りからね、敵の横槍をチクチクと刺していったらいいんじゃなかろうかと、いいですね、うん、いいですね、ダメか、うん、まあね、ゲベア98はね、全体的にはね、本当にまとまった性能ではあると思うんですよね。発射速度がね、若干遅いっていう部分もありますけれどもね、まあそれくらいかな、弱点といえばね。ちょっと一回中に入りたいんですが、ちょっとな、敵の支援砲撃飛んできちゃってるんでしょうがない、この辺りからまだチクチク撃ちますかね。あとアイアンサイトがね、結構賛否あるって感じかな、アイアンサイトね、悪くはないと思うんですが、よしいいですよ。さて結構いたな、結構いたな、さすがにビーコンは作られてはいないと思いますが、さあどうだ、あ何、え今のダメ、ちょ今のダメ、ようやく当たった、ちょっと当たった、どういうこと、 いや今の当たったと思いますよ、 OK、 ちょっとな、左側にいる感じ、結構いるな、結構いますね、結構いるか、くそ、行くしかないか、行けるか、ちょっとこれ行くしかない、これはちょっとね、美味しい美味しいと考えて行くしかないというわけで、とりあえずね、地元特産のドイツビールを飲みまして、さあ行くぜ、気合だ、根性だ、渡れればいい、渡れればいい、はい OK、 渡った、よし、あとはこのまま相手がな、裏をね、警戒していなければワンチャン行けてしまうのでは、というわけで、用意、ロス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 、ゲッ、いる、結構いる、結構いる、影分身の術、影分身の術、クレイクレイ、いった、よし、まず1キルからの、トゥー、2キルからの、クレイ、ちょっと待って、危ねえ、3キル、よし、なんとかいったか、よし、なんとかいった、3キルまずいきましたね。ただまだいそうなんだよな、まだいるでしょ、
あんな数じゃない。あ、一人いる。あ、でも上か。来たよ。来た。くれーくれーくれー。危ねえ。なんとかだった。よし、4キル行きました。よし、この辺りの敵は大体倒したか。強い。さすが、さすがジャーマン。ジャーマンには強いぞ。くれーくれー。よっしゃ、やばい、やばい。ここまでか。うん、今ね、ふと思ったんですけど、結構ね、命中精度も問題ないですよね。そうね、かなりね、古い銃なんですけどね、1898年の銃の割には命中精度が高いということでいいと思いますね。風磨さんがそっちから来るということは、やっぱり逆さ、ちょっと待ってみようか。ちょっとウェイトアモーメント。はい、OK。 はい、OK。 銃剣突撃は大好きですよ。ちょっとじゃあ逆サイ見ますか。ついでに来たからね。うん、ワンチャンビーコンがあるかもしれないし。さて、うーん、来てますね。来てるんだったら迎撃するだけですが、うん、いいですね。やっぱり命中精度高いな。命中精度高いですね。今外したのは単純に私が下手なだけっていう話ですね。はい。もう取れてるんだったらいいんですが、ちょっと倒しすぎてしまいますと、私の銃剣突撃じゃなくてサーベル突撃ができなくなってしまうのは、それはそれでちょっと寂しい。そんな男心があるんですが、遠くから来てますね。うん、まあしょうがない。いいですよ。おっと、ちょっと近いな。これちょっといけるか。いけるっぽいな。行くしかねえ。行くぜ。ロストロス。クレイクレイ。ジャーマンボトルアタック。よっしゃー、なんとかだった。よっしゃー、よし。はい、なんとかだった。オッケー。これもしかしなくても、これ上にいそう。あれか、あれだ。よし、誰だ、まだ上にいそうなんだよ。あんなとこ。とりあえずクレイクレイ。ジャーマンビアアタック。よっしゃー、なんとかだった。よし、だいぶ慣れてきたのでは。一か八か、行くしかねえ。くれ、影分身の術、アタックガークさん、何中堅に負けたのか。随分と無理しちゃったんじゃない。無理した。君にはそろそろ休憩が必要だ。ファイヤー、何、撃破できない。マジか、しょうがない。とどめ、あ、こっちがへ。待て、ガークさん取られた。違う、あ、マジか、ちょっと危ない。よし、なんとかやった。まあいいや、これ敵か。マジか、こんな、ちょっとこんなにいいの、何がーくさ。ボルシチスピリットを見た。ボルシチスピリットを見ましたよ。よし、ちょっと銃回収したいですね。相手も銃剣を使ってくるとは、やるじゃないか。お味方が入っていないということは、私が先陣を切るしかないっていう。アップだ、なんとかだった。よし、ちょっとな、ゲウェア98で先陣を切るのはね、ちょっと難しいと思います。もうちょっと発射レート早かったらなーなんて思うんですが、しかし25発を信じろ。25発装填を信じるんだ。結構いましたね。これあげる。反応あり。ちょっと待ってみようか。どっから撃たれてる？どっから撃たれてる？ちょっとお味方、助けて。お味方さん、助けて。もうちょっとどんどん入ってきてもらって。いますね。がない。え、ね、何その動き。ちょっと、そういう奇抜な動きはやめてもらって。何それ発すか？マジか。くそ。あ、もう少しで撃ち切りますね。マジか。25発。全部打ち切りそうですね。残り1発、 OK からの5回装填です。珍しい。まさか25発打ち切る日が来ようとは。やりました。レッド、レアですよ、レアですよ。皆さん、今のは多分レアだと思いますよ。よし、ガンマリクイジャマボトタタック。よし、なんとかった。よし、なんとかった。やっぱり銃剣は偉大なのだ。銃剣は偉大ですね。で、ちょっとな、お味方もうちょっと入ってきてほしいから。あー、くそ、銃剣にやられた。おのれ、はい、勝ちました。
トゲ、今回はタスク系イベントの報酬であるケビア98戦時改良型およびサーベルの方を使いました。まあもうケビア98に関してはね、特に言うことないですね。やっぱり25発装填はやっぱり頼もしいっていうところもありますしね。であとやっぱりダメージもいいですからね。まあ発射レートがね低いっちゃ低いんですけれども、これでね発射レートが高かったらね BR3 とかになっちゃうからね、まあそれもそれでちょっと問題かなと思うから、まあ発射レートが低い分 BR2 で落ち着いてるって考えたら、まあそれはそれで納得できるかなと思いますね。であとサーベルなんですけども、サーベル楽しいね。あとは移動速度がね上がるっていう恩恵もありますし、あとはやっぱり水筒とね、相性がいいから、まあぜひねサーベルを使いたいなという時とかね、やっぱり水筒は必須かなと思いますね。まあ、というような、まあ、ゲウェア98と、まあ、サーベルがね今回のイベントでもらえるということなんですけれども、まあ、もし皆さんの方で興味があったらぜひイベントの方を頑張ってみてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。